道の駅海老名から京町温泉の方に向かっています。国道268、この道をずっと行けば鹿児島湾の奥のあたりに出ていきます。湧水町とか途中通ってですね。で、自分は今、京町温泉から、国道447に曲がって、正木駅、真の幸せって書く正木駅ですね、そっちに行ってみようと思ってます。で、正面に山がずっと見えますけど、肥薩線、昔の鹿児島本線ですね、肥薩線はあの山の中腹をずっと右の方に、行きます。ずいぶん気温が下がっています。こんな感じで、京町温泉の方に、今近づいています。